前回の続きをやっていこうと思っております。ですね、簡単に説明すると、ここから始まってですね、ここの同盟を組んで、こうと取って、僕としてはね、早めにね、この先っちょまで行きたいんですが、2つの勢力がここにあって、ここにあって、ここにでき始めているので、早くね、これを叩きたいんですが、ここ力も来るし、ここはねこっちからも来る可能性があるんで、そこはちょっと要注意なんですけどね。こことの同盟がねまだちょっと3年ぐらいあるんで、早めに向こうの方に行きたいなと思って今ねここに物資を運んできているところでございます。お金はまああるんですけど、とにかくねこっちからの防衛をねなんとかしなくちゃいけないんで、こういうのをねこっちに多めに作ってもらおうかな。コーチをやってもらいたい。ここ3万ちょっとギリギリ取っておくということにしといて、とりあえずねここは破壊しようかね。道をね、この方に行きやすくしておいた方がいいと思います。もう何があるかわかんないですからね。信濃川ですね。ここら辺が今の新潟市だと思います。こっちが阿賀野川ですね。立てられなくなってしまったんで、君ねちょっと一個やめてもらってかしこまりました。ここに立てる。を取りに行きたい。足並みの制圧が完了。でもとりあえずね、ここは発展させないとね、こう。あ、違う。いいえ。これが違ったんだ。これがね。こちら。これもね、やっとこう、同盟国の技術を使える。で、あと3万立てて、貯めて、ここに市場を立てる。同盟関係ね、新しい同盟組めるかな。肝付けはここか。そこ組んでもしょうがないな。北畑はどこだ。北畑ね、組んでもいいかな。北畑と組もうか。6月まで行ってもらおう。もう周りの戦がちょっと気になるけど、北畑との交渉です。ああ、ダメだ。北畑は硬いね。お金がないからかな。あ、そう。あ、そうはそこか。じゃあ、あそうと組んじゃおうかな。あそうの方が簡単そう。6月になるのを待とう。じゃあ、あげよう。6月にあげます。お金が欲しい。ちょっとお金を貯めようかな。なんか音が鳴ってる。なかなかお金がたまらん。ちょっと一旦セーブして、ああ間違えた。一旦セーブしてですね、セーブしてですね、何をやるかっていうと市場を建てるんですけども、向こうはなんか工事やってたんで、お城を建てる隙間があるかどうかがちょっとね。ここにお城を建てます。歩兵をやるためのお金がいるんで、作業開始。 武田信玄対作業開始。 でね、今4ずつ上がっていって8月で86になって9月でねちょうど90になるんで9月になる寸前にまた歩兵ができるってわけですよ。 早いね。ちょっと一旦セーブしておいて、このね4万のね兵力をね境を越えた瞬間に春日山の方が狙われるんじゃないかなと思うんだけどね、ちょっとそこが心配なところなんですけど。 早速ちょっと引っ越しをね、みんな待機してる状態。 歩兵が終わるところだね。 笹岡城に引っ越し、全員で町の所属を全部ね笹岡に変えていく。 笹岡町以外のところはねこういうところはいいんです。ちょっとこれで進めてみようか。 輸送が結構ね重要なんですよ。途中でね寝返っちゃう可能性があるんで慎重に見守らないといけない。食べ物がねギリギリなんですよね。 大丈夫だと思うんですけどね。回ね売るんですよ。歩兵もしたいんで今ちょっと歩兵に集中。 OK、 歩兵をやっとかないとね。あ、お金がなくなった。 しょうがない。で、君は帰ってくる前にここに寄って帰ってくる。潮に帰り出す。街並みを制圧しました。これでいいか。ちょっとね、今攻撃しちゃおうかな、こっちに。もうちょっとやってからするか。こっちに4万あるから8万なんだよ、結局ね。だからちょっと4万じゃ太刀打ちできないんで、ちょっと発展させる方を先にやるか。鉄砲が使えるようになってる。鉄砲の技術が使えるんだ。同盟関係の影響でね。とりあえずね、とりあえず決めておいて、1、2、3。鍛冶屋があるのはここだけか。あ、ここにもある鍛冶屋がある。商人を減らしちゃうとお金が収入が減っちゃうからね。迷うな。あ、これ間違ってるな。多分鉄砲炭、ああそっか。この人はダメだ。移動。春日山にも持っていく。